キックオフ石川。キックオフ石川。キックオフ石川。こんにちは。今回は制限金沢のホームスタジアム西武緑地公園陸上競技場からお送りします。今回も初心者必見シリーズ、どの席から見ればいいのか教えてもらいました。教えて広いクラブキャプテン。教えて。はい、お答えします。そうスタジアムで見るときのおすすめの場所などあったら教えていただきたいです。いくつか見ました。これがスタジアムズです。で、まず試合をじっくり戦術的なところ見たかったりとか、まあ、選手なんかよく見るんですけど、そこはやっぱりメインスタンド中央からこう俯瞰して見るっていうのがおすすめですね。あと選手もこうメインの下からこう入場してきたりするので、はい、ここはおすすめです。で、初めて見る方なんかは、まあ、メインとゴール裏の間の席とかがやっぱりおすすめかなと思います。ゆったりと観戦もできますし、ホーム側の雰囲気も味わえますし、点取ったらやっぱり選手ってホームのゴール裏だったりとかに行くんですけど、結構ゴールのこのコーナーフラッグでパフォーマンスをする人っていうのも多いんですよね。そうするとこう点取った後にそのパフォーマンスを近くで見れたりっていう楽しみがあるかなと思います。それと最後はゴール裏、やっぱりここはですね、もう本当にお祭りのような熱い方たちがいるので、こう一緒にこう声を出して楽しみたいとか、そういう方はあのゴール裏に行って一緒に戦うような気持ちで見てもらうのがいいかなと思います。初めてだと確かにちょっとゴール裏心配だなと思ったら、はいはい、そのちょうどいいところですね。そうですね、ちょうどあのいいとこ取りじゃないですけど、うん、はい、柳下さんの顔が見たい人はバックの方がいいですね。バックからですね。まあ、ただ、まあ、結構距離あるから、まあ、このメインで見ながらどういう指示をしているのかっていうのはちょっと聞こえたりもしますし、そのベンチ組のアップの様子で、あ、そろそろこの選手が出場しそうだなとか、そういう様子も見えるのかなと思いますね。いきなりゴール裏に行くのがちょっと心配だなという方は、はい、まあ、ちょうどいいところからスタートということで、はい、角あたりだそうです。角あたりがおすすめです。はい、初めての方には角がいいんじゃないかというおすすめですね。まあ、あこだとちょうどツエーゲンの選手のアップもね、うん、上からすぐに見ることができるので、やっぱ選手好きだよっていう方はあこおすすめですね。距離も近いので、あとゴール裏と一緒に盛り上がれるという意味でも絶妙ですね、うん、絶妙ですね、うん、手拍子だったり声も出せますね、うん、はい。この後は明治安田生命 J2 リーグ第23節栃木戦と24節岩田戦を振り返ります。前節5失点で敗れた17位金沢は今月1日ホームで20位栃木と対戦しました。先制点は栃木でした。前半10分ロングボールから一気にゴールを奪われ0対1。その後も栃木ペースで試合は進み0対1で前半は終了します。後半に入ると16分には途中出場の林がシュートを放つなど徐々にペースをつかむと、相手ディフェンスは良かったな。25分には波状攻撃、シュートの連続から最後は加藤、しかしこれはサイドネット。最後まで攻め続けたツエーゲン、雨の中声を上げ続けたサポーターに応えたかった試合ですが0対1で敗れました。連敗を止めたい金沢は敵地ヤマハスタジアムに乗り込みます。しかし前半7分岩田のコーナーキックから先制を許してしまいます。強いですね、先制がされちゃうと。その後岩田のミスから林のシュート、これはゴールキーパーに防がれます。いくチャンスでしたね。後半も流れは岩田、PK から追加点を奪われます。追いつきたい金沢は奥田と大石が交代で入ると、その奥田のパスから大石のシュート、
最後は豊田に当たってゴール。1点を返します。中を突破していくっていう非常にいいコンビネーションが見れたシーンでしたね。その後も最後まで攻め続けた金沢、あと1点が遠く3連敗となりました。チャンスあったんですけどね。はい、前半の半分、後半の半分はやれてる。その半分っていうのは終わり半分、相手が元気な時にもそういう攻守チームとしての狙いができるかどうか、うん、そこがやっぱ今上位にいるチームと下位にいるチームの差だと思う、うん、もちろん技術的なところとか戦術、うん、判断、そのあたり、差はあるけど、まあ一生懸命やればなんとかなるっていう、チームとしての狙いをね、うん、ここのところいいところもあったんですけど3連敗と。ヒロさんちょっと心配になってきました。そうですね、悔しいですね、はい、本当にこうチャンスなくて、はい、何もなくて負けてるわけじゃないので、うん、ただこうやっぱ今一番欲しいものってやっぱり結果だと思うんでね、うん、こうみんなで全力でね、はい、選手たちを後押ししたいなと思いますね。そうですね、夏美さん、はい、途中出場の選手が活躍したというのはいい材料ですよね。そうですね、栃木戦では林選手がもう入ったことによってチャンスが多く生まれて勢いも上がりましたし、はい、あと岩田戦ではやっぱり小野原選手とかね、はい、すごいガッツのあるプレーでね、いいですね。ヒロさん、得点シーンは最初大石選手のゴールかなと思ったら、うん、最後ちょっと豊田選手が触ってってことになったってことですね。そうですね、はい、まあでもあれは9割、はい、大石選手のゴールです。そうですか、はい、まあそこに豊田選手が走り込んでるっていうところで、うん、まあ、枠に行ったので、はい、まあ、そこも大事な要素ですけど、まあ、その前の崩しがすごい良かったなと思いますね、うん、そうですね、はい。大人気イベントのお知らせです、はい、来週16日のベガルタ仙台戦では選手たちが力士に変身、ドスコイナイトが開催されます。浴衣やジンベエで来場された方には限定デザインのポストカードをプレゼント。普段とは一味違うスタジアムで応援しましょう。ヒロシさん参加したいんじゃないですか。あら、僕現役の時結構被り物好きだったので、うん、はい、選手だったら多分張り切ってやったから、はい。続いて素晴らしい環境で練習をする少年サッカーチームです。日本海に沈む夕日をバックに夢中でボールを追いかけるのは内灘フットボールクラブの子どもたち。1985年に設立した歴史あるサッカークラブでジュニア、ジュニアユース、社会人、シニアと年齢に関わらずサッカーができる環境が整っています。素晴らしい。コンセプトは、サッカーの楽しさを、まあ、子どもたちに伝えながら障害スポーツとして長くサッカーを続けてほしい、小学生年代に必要なサッカーのスキルであったり、そういうものを楽しさと同様に身につけてほしいなっていうのが、一番ですね。内灘フットボールクラブの拠点は8年前に完成した内灘町サッカー競技場。全面人工芝でライター設備も完備していて最高の環境でサッカーを楽しむことができます。すごくいい場所ですね。そんな内灘フットボールクラブは地域に根ざしたチーム。内灘町にある多くの小学校から集まった子どもたちが一緒に汗を流します。ハイタッチ。コウキ君、このチームに入ってお友達は何人増えましたか。10人以上増えました。素敵。お兄ちゃんが話しているのとかを一緒に話したりして、仲良くいろんな小学校が集まってきてるから楽しいです。内灘町の子どもたちが小学校の枠を超えて同じチームでサッカーを楽しむ、小さい頃から仲良しになることでたくさんの相乗効果も生まれます。すごい、みんなで喜んでる。内灘町に中学校が1校しかないんですよね。中学に入った時に別々に学校生活を送ってた子が小学生年代に同じボールを蹴ってたと、こういうスポーツを通じて友達関係を構築できるっていうのは素晴らしいことかなっていうふうに思ってます。大戦ミクルさん遊びに行きます。活気があって、はい、いいチームでしたね。そうですね、内灘町みんなが本当に味方になってくれるサポーターというようなそんな素敵なチームなんだと思いました。
そして学校の枠を超えてみんなでプレーをしていて、しかも楽しそうっていうところもいいですよね。はい、そうですね、うん、また新しいこう学校以外の集まる場所ってコミュニティがあるっていうのは素晴らしいですし、うん、まあ、それが障害スポーツっていうその位置づけでもやられてるっていうのは本当に素晴らしいなと思いますね。はい、ミクルさん遊びに来てねと、はい、行きたいですね。ぜひ夕日が沈む頃にちょっとお邪魔したいなと思いますね。うん、はい、最後にお知らせがあります。来週16日は番組の放送時間が変更となります。午後5時10分から25分までになります。お見逃しなくお願いします。ではまた来週です。せーの、キックオフ石川。持ち蹴り決定とか顔がロングを蹴り上げる。